もう警視庁は多分もう激怒りやと思いますから、黒川で逮捕できるっていうか、黒川をまあ有罪にできるような案件であれば、これはもうね、速やかに受け取ってやると。まあ先ほどですね、翼の塔に乗り込みまして、まあ金銭消費貸借契約書、まあいわゆる借用書なんですけど、まあ見せました。で、顔色見てたら分かるんですよ、黒川だけは多分相当顔引きつってたと思います。でですね、これは今黒川たちがやってることっていうのはおそらく捕まらないんじゃないか、まあ半々かな、おそらくじゃなくて、いわゆる公職選挙法上で彼らが捕まる可能性って極めて低いと僕は思ってるんですよ。っていうのはちょうど1年前僕が妨害されたやつを警察持って行っても、まあ警察や2課、いわゆる荏原署、そして東京の、まあ、警視庁の捜査2課は OK で、検察、東京地方検察署も基本的に OK だったんですが、かなり上層部でこれで無罪になったら大変だから受理しないという判断になったと聞いているんですね。まあそういうところからして、まあ今回黒川たちがやっていることが選挙の重妨害罪になるかどうかっていうと、僕は結構怪しいかなと。まあ、別に暴力振るってるわけじゃないと。まああの根本のこれはね、これはちょっとわかりませんけども、仮にまあこれで捕まったとしてもあれは腕章してない人だと思うんで、そういう意味ではただの暴行とか障害になるかなと。まあただのって言ったらわかるか、申し訳ないかもしれないですけど、まあ少なくとも黒川捕まることがないと。ただもう相当これは警視庁は怒ってると思います。もちろん多くの国民の皆さんも怒ってると思います。で、僕が今日行ったのはもちろんこれは僕が行かないと収まりがつかんなっていうのがあって、まあ、まさに黒川の顔が引きつってたのがそうなんですけど、まあちょっとある国会議員の方からこれ立花さん行ってくれないかというようなちょっと依頼もありました。で、あ、まあそうだよな、俺いろんな党に迷惑かけてる以上はね、黒川がね、まあ、ちょっと僕が行くのも大事だろうと思いましたが、おそらく国民の皆さんはこの選挙が終わった後、まあ選挙中か終わった後、黒川がまあ何らかの方法で逮捕されるなり検挙されることを望んでおられると思います。でですね、今日その見せてですね、黒川がまあこれちょっと実はあいつ自身がちょっと自白してる部分があって、その暴力団から借用書をですね、まあ横の杉田がはっきり言ってましたね、現物だと、なんか新刊とか言ってましたけど、ちょっと意味がわからないですけど、まあいわゆる借用書の原本を購入した、250万で購入したっていうのがポイントでね、そこに書いてあるのは暴力団の名前と分かって250万円で購入するっていうのは、これ明らかに反社会勢力に対する利益供与になるわけですね。で、これが個人で行われた場合に暴力団対策法で僕は引っかからないと思ってたんですが、黒川今日認めましたね。あれ翼の塔かな、個人だったかな。でも返金されてる口座は、意味わからなかったですよね。顔引きずりながらオリーブの木、合同会社オリーブの木って言ってましたよね。まあつまりその暴力団からのお金、これ当然暴力団の事務所というか暴力団のその本職から直接お金が入ってきたりとか、そんな普通ありえないじゃないですか。その手前にいる高橋というね、暴力団とつながってる人間から、お金、まあ人間にお金を渡して、でそこからお金を返してもらってる、これ明らかに僕はもう暴対法ってやつですね。で、まあこれよりもこれもそうなんですが、明らかに僕に対する名誉損でしょ。名誉損っていうのは最近警察も扱うようになってます。まあいわゆる大川博君が逮捕されたことで分かるように、これね、さすがに政治団体の代表が同じく政治団体の元国会議員に対してね、家の前まで行ってですよ、7000万暴力団から借りてるとかっていうのがね、さすがにそれが嘘になってくるとですね、これは名誉損罪が成立するということで、僕はこれ麻布警察の方には持って行ったんですが、なぜか麻布警察は理由も言わずにこれは受理しませんでした。ただ警視庁の捜査2課の方に持って行ってですね、ここについてはまだ動画がアップされていますから消してないので、被害が常に出続けてるということで、これは受理される見込みなんですね。で、あえてもう僕はこういうのって言ってしまうタイプなんで、先ほど黒川の関係者から電話がありました。なんとかならんかと。で、はっきり僕は言っときます。金で解決しようと。5000万用意してくれって言っときました。5000万用意できるんだったらもうこの件は何も言いませんって言っときました。今日お金に汚いですかって聞かれたんですけど、僕お金に汚いですよ。それはたくさんの部下がいる以上はその人たちに生活してもらわなきゃいけないし、何よりもお金借りてる人がいるので、その人たちに返すのはそんなの
綺麗事なんか言ってられないんで、それでもしね黒川側が5000万出してくれるなら、それはもう素直に受け取ろうと思ってます。でももうそうじゃなければ、もう国民の皆さん期待してますよね。黒川逮捕が今一番の皆さんからしたら望みなんですよね。多くの国民の望みなわけですから、まあそういう意味では5000万出てこなければ、まあそのまま被害届をそのまま、まあ出しているものをそのまま取り下げないと、裁判も取り下げないというところで、まあ昨日のね裁判傍聴された方は十分分かってると思いますけど、もうこんなの言い訳聞かないですから。まあ黒川今日はね、まだ証拠にもなくね、まだ分からないとか、それ意味不明なこと言ってましたけど、お前偽造の借用書って分かったから250万返金してもらったんでしょ、それはなぜか翼の塔に返金してもらったんでしょ、しどろもどろだったでしょ。他の人たちは黒川のやってる犯罪についてよく分かってないから、まあタッチが来たわぐらいの感じで喜んでたんですけど、黒川は相当やばいことを分かってます。そして黒川のバッグにいる金子、お金を出してる人ですね、この人が相当やばいことは分かっているので、お金の話をしようという電話がありました。ということでね、僕別にその5000万欲しいとは思ってないですよ。ただ一方で5000万あったらいろんなことができるのもあるので、そういう条件出しましたということで、こういうね裏交渉していることすら YouTube に出しております。ということで、まあ、この5000万が成立しなければ、そのまま黒川は警察に引っ張られると思います。これは別件になりますけどね。別件というのは今回の選挙違反とかじゃないですけど、でももう警視庁は多分もう激怒りだと思いますから、黒川で逮捕できるっていうか、黒川をまあ有罪にできるような案件であれば、これはもうね速やかに受け取ってやるという、もういわゆるね別件逮捕とかされる人って大体暴力団なんですよね、普通はね。だからもうそういう認定を受けるっていう感じだと僕は思ってます。ということで、ね、黒川君今日ペラペラ喋ったけど、それ暴対法違反にも来るよ、名誉損害だけじゃなくてね。ということで、全国の皆さん、ああいう形で僕一人乗り込んでいたでしょ、でも要点ちゃんと確認してるんですよ、で僕ちゃんと説明したでしょ、弁明したでしょ、僕は何も逃げてないでしょ、ただバカに説明するのが嫌、ね、地代とか川上とか頭の悪いやつで説明したって、そこ説明して理解しても僕が、ね、あの不法行為がなかったとかならないので、僕に関する疑いに関しては犯罪人の弁護士さんやこれから裁判所が判断すればいいわけで、そこで僕が何らかの罪に問われなきゃいけないんだったら、潔く堂々とですね、僕は、裁判を受けてですね、刑務所に行けって言うんだったら行きますよ、そんなの何もビビってないから。ということで以上で終わります。黒川君ね、5000万待ってるよ。以上です。 NHK をぶっ壊す、ポスター掲示をジャックせよ、まあ、東京都知事選挙を6月の20日からですね、まあ、ちょうど今からもう2ヶ月後ぐらいなんですが、20日から7月の7日に行われます東京都知事選挙で、まあ、都内、1万4000箇所約あるんですが、ポスター掲示場をですねジャックする、皆さんに貼っていただきたいんですが、まあ、ちょっとこれね非常に高いというクレームというか、まあ、ご要望というか来てまして、最初は1箇所1万円ということで、それ貼る権利なんですが、現にポスターを貼るとですねすごく高くなってしまうと。デザイン料と印刷代を足すとですね、ポスターを実際に30枚貼るとなるとやっぱ5万円ぐらいかかってしまうというところもありまして、今回はとにかくもうお願いで、とにかくこのポスター掲示板、この1万4000箇所の権利をですねぜひ、まあ、買ってほしいというか埋めていただきたい。ここにポスターを貼る権利をください、その代わり5000円寄付しますっていうので、6月以降は最低1万円からの寄付にします。とにかく今お願いしたいのは、ポスター掲示板をまず予約していただきたいんですよ。で、実際にポスター貼るかどうかはもう後で決めていただいて構いません。で、ポスターを貼るっていうのはこれで申し込んでいただくと、まずはクレジットカードの場合はホリエモン新党への寄付になります。で、振り込みの場合は NHK から国民を守る党になります。いずれにしても私が代表している政治団体になりますので、まずはとにかくできるだけこうポスター掲示場をですね埋めていきたいというのが先にありますので、ポスターを貼らなくても、いわゆるそのポスターを貼るってなると大変だな、実際自分で貼らなきゃいけないとかもあるので、現にポスターが貼れなくても立花の活動に協力してやるよと、金銭的に協力してやるよという方は、ぜひこのポスター掲示場のホームページっていうかページにですね、まあ、入っていただいてですね、
大田区であるとか多摩市であるとか立川市であるとか、それぞれのまず区市区町村をクリックしていただいて、空いているポスター形状が確か青だったと思います。売り切れたところは黄色になりますので、入ってもらえばすぐ分かると思います。まずはなんとか4月5月でですね、1000箇所以上、今もありがたいことに100箇所以上は出てるんですけども、なんとか1000箇所以上の目処はちょっとつけたいなと思ってます。ですから繰り返しますが、ポスター掲示場を確保するのは今5000円です。5000円で例えば5万円出していた方は10箇所押さえてもらえればありがたいっていうですね。で、そこの確保したポスター掲示板に実際ポスター貼るかどうかはちょっと後から考えてるので構いません。まあ、1箇所だからポスター貼るとですね、5000円のところがなんだかんだで5万円ぐらいかかっちゃうんですね。もちろんね、手書きでとか自分でプリントアウトして、安いことで済ませることもできますから、そういう方はぜひポスター掲示板買って安く済ませてほしいんですけど、綺麗な写真とかいわゆる今貼られてるようなね、15区の選挙で貼られてるような綺麗なポスター貼ろうとすると、どうしても1箇所5万ぐらいかかってしまいますので、それだと同じ5万円だったらそこにポスターを貼るよりも10箇所の権利を5000円で買っていただいた方がとてもとてもありがたいので、経費的にっていうかお金で立場の支援してやろうという方はまずはポスター掲示をガンガン押さえていただくことをお願いいたします。ということで、この件についてはどんどん日々更新をしていくと思いますので、最新の動画を確認いただければと思います。